3回目か。誰のに出たんですか。シャッターヒカル君とマキオラクサヒカル君やっとうときあったよね。はい、デクドックライブその時に、うん、マル入れんのってなって入って、うん、その後にその前マキオ、うん、なんかマキオに、うん、無言で、うん、バラを投げるっていうのに俺ってたのこいつやっぱり先ほど TikTok ライブ頑張りやぞ。はい、ワキオが見たことない、そのもう諦めたのじゃん。いや、どうせバラ投げるだけでこいつらコラボしてくれねえもんなって言ってなんかちょっと悔しくなって、あの、うん、なんかミニワイプみたいなやつだけやってあげます、うん、優しい。じゃあみんな集まってきて、社長ずっと日本にいる予定。まあ年内はね、さすがに年明けはまたどっか行きたいけどね。だって明日からだってやりますもんね。240時間生配信するけ、明日から10日間それで。いや、見た今日生配信。社長はそれをひらめいたって言った時はゾッとした。240時間生配信、思いつかんし、思いついてもやらんし。3日でほとんど寝とったあのゴキブリ生配信の社長が10日間あの時一人やった日本に。確かに笑う。はい、どうぞ。これもう僕はここ常連です。実はめちゃめちゃっぽいなんですよ。ありがとうございます。めっちゃビビッと嬉しいです。帰りに写真でも撮りましょう。 いいですか。はい、もちろん。でも無料券ぐらいはもらわないと。確かに無料券あるんですか。お兄さんの給料からちょっと差し引いや、全然あげたいぐらい。めちゃめちゃあげたいぐらい。帽子かぶってもあるめちゃ今何言ってるっすね。生配信中です。あ、そうなんですか。社長も頑張ったね。いや、俺は戦ってないけど戦わんでいい格闘技なんてマジで喋るのは得意やけど、じゃあ、もう黙っとってっていうのも喋ってしまうけど。今日、コウジさんとかも来てくれたらでかかったっすね。いや、コウジさんマジありがたい。ウリタさんも。いや、本当に、いや、まずコウジさんけど、もう誰か格闘家を一人でも呼ばんと閉まらんってなって誰を呼ぼうかマジ悩んないよ。で、満場一致やったよ。あ、銀太とすごい気になったの。コウジさんかなって言ったらコウジさんでしょみたいな。よかった。しかも波長合うよね、多分俺らと。で、めっちゃいいよ、あの人。動画見ててもなんか俺らっぽいなみたいな感じで思いますよね。うん、まあ、いっぱい喋ってくるわけでめちゃめちゃいいし、やっぱうまいの喋るの。うまいうまい。あと、ウリタさんもめちゃくちゃすごかったけどバンバン喋ってくるよね。あと一言一言がちゃんとおもろいよ、やっぱ。それに比べて12日は喋ってなかったっすよね。12日はもうダメ、審査員でもダメ、うんうん、最後だって赤で、コウジさんと、確かに、ウリタさんで、コウジさんとウリタさんが丸にあげたもんで、ね、2票で、12日が見て、なんでや、空気読め、何を見とったよ、確かに、うん、あ、よう、なんかぴったりなやつもらった、ありがとう。社長、来年の抱負は世界一。まあ来年と言わず別に来年なれんの再来年の夢は世界一。ずっとよ、もう、うん、慣れるまで言う、うん、全然慣れるまで言う、慣れるまで言う、抱負ってそういうもんどうせ叶う、うん、1年間で叶うような抱負はやっぱ大したことない、ね、人生の抱負をずっと掲げておけ。社長と同じ色にしてました。いいねー、しとったんやね。だけ12日と何回喋った。3回ぐらい。いや、全然わかんないっす。2回ぐらい。なんか解説いいっすね。だけ2回ぐらい今のいいっすね。今のいいっすね。12日キャラはいいんですけどね。ヤジめっちゃ面白かったもんね。あ、ヤジの方にもっとあのカメラ向けた方がいいと思う、次は。確かに。ヤジだってあの醤油力がめっちゃ面白かったっす。めっちゃ面白いこと言ったけど、あれマイク拾いととかいうの俺まだアーカイブ見れてないけど分からんけど。拾ってないんや。うわあの外ね。でも声でかいから結構外音でもまあ聞こえるっちゃ聞こえる感じ。あとエビジャもおった。いました。途中からあのね、最初誰も来んくて、あの1試合目間に合わんくて、あの醤油力だけやってる。いや、アスカキラーで。アスカキラーさんいました。アスカキラーも来てくれたんちゃう。その時後ろにアスカキラーで。そう、あ、俺の嫁。はい、あ、俺の嫁来とったんや。キララアスカ。でも多分俺の戦い見て今日俺の嫁に勝ったんとちゃうかな。おい、キララいいよ。いいや、いろんな男を知ってまた俺に戻ってくればいい戻ってこんかった時はそういうことや。それは俺のミスや
そうや、キララは悪くない、キララは悪くない、うん、キララにぴったりな男がおったならそれは諦めるけど自信がある。お前にぴったりな男は俺だけや。社長しかおらんと。そう、さすがっす。だけんこそどっか行くなとは言わん。そう、いろんなとこ行って、うん、経験してこいと。そう、その自信があるから。どうします、社長、なんかエジプトのなんか可愛いお姉ちゃんの人、これ今後こいつが一番やってなった時、社長が、俺が、はい、俺側が、社長が、俺側がね、こいつが一番やってなった。俺側の問題、ピラミッドの頂上とかね。ピラミッドの頂上あれエジプトにおるんかな。確かに。写真集8冊買ったよって、ひめなちゃん、ありがとう。ひめな8冊って、俺も今日初めて見たんだけど、うん、あれすごくない？あれマジね、お得感マジあるよね、うん、あれすごい。見たら分かるけど、普通の写真集で多分写真がダーン並んだだけ、俺ら読むところとか、いや、なんか写真見て終わりじゃないよ、めっちゃ。いろいろある。なんかあんままだ届いてない人とか買ってない人は内容はあんまあれやけど、うん、いやめっちゃすごい、なんか読み応えがあるというか、うん、見応えがめちゃくちゃあるっすね、あれ。なんか結構感動したっすね。いいやろ、うん、めちゃくちゃいいかと。しかもみんなちゃんといいこと言ってました。宝島社の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。またお世話になります。はい、で宝島社を紹介してくれたのはモデルプレスさん、ありがとうございます。さすがモデルプレス。はい、写真撮影の撮影の時どうするの？いや、生配信するよ、うん、しながらっすね。生配信しながらやるけど、とてもじゃないけど、やっぱ喋れんわって、こう目の前にお客さんも来てくれるわけじゃない。まあ、その雰囲気を映すぐらいじゃないですか。それをミラーリングしながら、千葉ちゃんの解説とか、ああ、相手になんか解説とかしてくれて、俺らはお渡し返しようけど、お渡し返しの映像ここら辺で流しながら、千葉ちゃんにあれしてもらおう。あの、しかもあのストーリー言ったんですけど、店頭で買ったら今日から置いてるらしいんですよ。あ、店頭に言ったらしいよ。書店で買ったらレシートにサインが僕らの書いてあるらしいです。レシートにサイン。で、ファンの子ツイートしてくれたのか、こんな感じだったよってツイートしてくれたんですけど、うん、5人全部あったんです。5人分なんや、俺今誰のかランダムなんて聞こうと思ったの。いや、5人全部あったんです。レシートもらったって、さすがすごいっすよね。どういう仕組みでレシートにサインを印字するという。あ、コメント欄で、写真集の特典の動画は切り抜いたらダメですか。あー、特典動画切り抜くやめようか。やめた方がいい、うん、特典動画やけん、それだけはごめん、うん、誰でも見れたらね、特典動画じゃなくなっちゃう。誰でも、確かに袋閉じをね、そバンバン誰でも配りよったら袋閉じじゃないし、うん、あの店頭で買うとあれなんですか、通常バージョンしか買えないんですか。いや、分からん。メンバーの分あるじゃん。さすがにでも全部売ってたらあれか。あ、そっか限定みたいな感じ。限定じゃないわ。じゃああれ、あれ多分店頭では普通のやつやね。店頭では普通のやつや。さすがに。カレンダー変えた場合、あ、カレンダー売ったやん。カレンダー自分売りました。2分で売り切れたらしい、はい、すげー。2分でだ、ワンチャン増産しようかなと。確かに買えんかった人が何でもその早すぎるみたいな、売れるのが、うん、っていうのがあったんですけど、その1月までに間に合わせたいわけですよ、こっちは、うん、新年が始まる前までの数だし。なるほど。そうなんですよね。だから増産すると1月を超えちゃうんですよ。なるほど。それでもいいならって感じです。結構ガチ。4月スタートの作れば4月は遅い。まあ1日限定で、要は受注とかにしても1月中旬とかには遅れてもいいけど、欲しい人がいたらってやる。はい。でもあれ罠やったらしいのが、カレンダー1000円とかやる、はい、送料が1000円らしい。それはあの山本に言ってください。ごめん、本当にレペ業のみんな、はい、ごめんな、うん、カレンダーが1000円で送料が1000円って意味わからんよね。確かにな。俺が逆の立場やったらおかしい。じゃあカレンダーに届けろって思う。一応なんかその一般のそのいろんな人が出してるカレンダーの金額から、うん、ファンクラブ代を抜いた金額にしようと思って。ああ、なるほど。だから大体まあ1800円とかだったんで、うん、1300円ぐらいかなと思ったんですけど、まあじゃあまあいつもお世話になってるし1000円ぐらい落とすかってなったら送料があったっす。知らなかった。すいません。てかさ、カレンダーってもっと安く届けれんとかいな。いやどうなんでしょう、わかんないっす。まあでもそれは多分配送側もさすがに安く届けるの、安く届けとうやろうけん、それは多分ガチそうなんやろね。カレンダーのサイズどんなもんなの。あの、あれ送料に送るやつ。じゃあ1000円かかんなそうやけどね。確かに。うん、もちろんちょっと文句言っとくわ。え、オリオちゃんから
社長、雑誌を買ったのにレシート来なかったんやけど、普通に悩ました。レシートくださいって言わなかったんじゃないですか。紀ノ国屋だけど。え？紀ノ国屋っていう。紀ノ国屋っていう書店のみらしい。紀ノ国屋っていう書店だけな。うわ、それ言っとかな。言っとかな。うどん食う暇があったらお前言わんのそれ。やったお前。これの上の部分しか食いません僕は。はい。紀ノ国屋やったら日本中あるっすもんね。そうだよ。そうだ。ありますね。本屋さんか。紀ノ国屋来てくる一番でかいと。え、一番でかいんですか。じゃあ癒着したい。え、俺らの地元の双葉書店じゃないと。俺の地元の黒木書店じゃないんだ。違う。うん。うんま。乾く。米は小学校。グリコさんからレペゼンのライブ行きたいんですけど、未成年ってライブ行けますか。行けます。最近のはいけど、あのクラブでやるときは行けんね。行けないけど、クラブ回るときって1年に1、2回ぐらいしかないんで、ライブの方が多いわけよ。最近は1人1席用意できるような場所でライブをするように心がけと大事。そう、ちなみに3月ぐらいもね、ちょっとでっかいライブやろうかなと思っとんだけど、あ、7名でいいかな。要はあれなんですか、22、2時までにって話ですよね。え、大まかには22、そう、クラブ営業とか9時とか10時とかになっちゃうから、そもそも未成年が入れる時間じゃないですよね。うん、お酒の提供もあるし、うん、YouTube やめるって言っとうけど、なんかみんな結構勘違いっていうか誤報みたいなことになってん。ここではっきり言っときたいけど、 YouTube 更新せんわけじゃない。普通に曲を上げるし、なんかライブの映像とか、そうなんかそういうのを上げようかなと思った。 YouTuber と言われる行動はしないよ。あ、ね、有名人遊戯王とかちょっとああいうのはなんかやりたくないな。YouTuber って言われるちゃうし、本当にしたくなかったら有名人遊戯王の PV を作る。有名人遊戯王っていう曲作ろう。で、そのまんま iTunes に配信しよう。その前だったらだったらあーみたいな。あれ、コーラ来た。やっちゃいます。マルさん、マルさんのコーラが来てないってヤバくないですか。無敗の俺のコーラが来てないのはヤバい。ヤバい、ヤバすぎ。数々の奴らが屍になってきた俺の前で。ハテニャ、そして今日ミッキー。確かにお前マジ強いね。全勝や。でも相手もマジ知名度も全員あるけん、なんか言ったら分かるやん。はい、でも全部自分より体重重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 重。で、今日試合始まった時の動画見てほしい。もうミッキーはこうしよったわけよ。で、マルはこうやったよ。マジこう対こうやね。けあ、もう始まって10秒でこれ絶対マル勝つと思った。マル決まってるっすよね、試合中。うん、シュワーみたいになっとるよ。出てるさ、ずっと出とう。なんかが出とう。マルもこういう子柄やけん、みんな信じてもらえんかもしれんけど、不良に囲まれて育っとるけど、この子も、うん、割とね。価値はでも本当にあんだけ強かったけん、一個ずつ地域潰そうぜって言って、まあ五国やけど中央区なんで、あの稽古とかも中央区やんで、じゃあ沢楽行こうって言って、まずほらおいがおる場所沢楽、はいはい、であそこに中学校が30校ぐらいあるよね、はいはいはい、一番強いやつ全部集めろっつって、上から5人ぐらいパン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 やって、はい沢楽閉めたとか言って、次西区とか行ってパン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 やって終わって、はい、東区やって統一だ。そう、でその後なんかね、リスペクトっていうか緑のカラーギャングが天城とかそこの地域にあるんじゃない。それをパパパパパンやって、その後からは名前出すだけで終わったじゃん。あ、もうシャンクスだ。もう4カ所5カ所の地域を丸ごと潰した後に、次から次の地域行くぞって言ったら、もう戦わなくていいんで、価値が勝ったことでいいですってなって、で引いていって、でそうやって積もうだけ。5回目ぐらいからもう名前出すだけで終わっていって、で最後先輩から止められると、お前これ以上地域潰さんでヤンキーやれるんだけど、で価値がガチで地元の先輩から、その先輩同士で結託して、もう絶対価値を止めるみたいな。でその先輩からお願いされたけ、価値は途中で分かったっすって言って、地域潰しをやめたという。伝説じゃない。確かに本当に伝説の男や。意味分からんやろ。スカイピースとはコラボしたいなって。あ、テオ君この前電話したよ。どうでした。え、240時間出てよって言ったら、なんかテオ君もテオ君もちょっと生、あ、これ言っちゃいかんかもしれん、もしかしたら。はい、でも電話しました。はい、電話しました。うん、仲悪くないよ。スカイピースがコラボするなら俺ら二人やもんね、必ず。もうそれはもう定番。スカイピースはでもマジいい人だよね。いや、てかね、俺やっぱテオ君割と、俺この YouTuber のなんかこいつマジで
天才だなっていうか、この才能あるな、センスあるな、ランキングのマジ上位。トコタも上手いし、やっぱテオ君すごいよ。今年1年はなんかスカイピースキモい風潮あったよ。でもそういじられるってことはそんだけ勢いがあるってことや。おもろくない人とかいじられる価値があるし、 いじらんけんだろ、ね、俺はテオ君はやっぱすごい人だと思う。その YouTuber の中でももうとびきりに才能あると思った。これ何食べてるのって聞いたけど、パン食べるね。おいしい、やみやみ、カシャカシャ、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイル。普通にやってて恥ずかしくない？スカイピースってやつが考えたらしいよ。きしょやおもろすぎるやろ。何がおいしいやみやね。あ、でもセンスなさすぎるやろ。はい、明日動画上がるっすよね。普通の YouTube 上げます。何が上がるんですか？有名人遊戯王、まるさんが編集してくれました。 YouTube やめるって言ったけ、それはもう年末に取りだめたもいっぱい出すのね。それはいっぱい出すの、いっぱい出さないか。生配信しながら出すんだから。おかげで俺眠れなさそう今日。24時間配信俺出てない時多分編集じゃん、ね、編集しない時は出ると思っちゃうね。これ俺の睡眠時間換算されてないわけ。確かに240時間でもみんなが勘違いして、しとうところは、うん、俺らが動画を撮ってないと思ってよ。確かにめっちゃあるよ、出してないの。オクラまで、うん、出してないだけ。オクラとかヤバい量あるよ俺ら。うん、あね、やっぱそのジレンマもある正直。やっぱもう圧倒的に俺がやっぱ企画と編集とあれをセットにで、それ答えたいやん。けど面白くしようと思ったら更新頻度が遅れるわけ。けどこうその更新頻度じゃ満足させれんやん。やっぱ面白いの毎日あげないかんやん。ってなって誰かを手伝お願いしたらもう無理やん。マジでやばい、マジで編集間に合ってない。リューピーめっちゃ笑った。確かに倉田さんめっちゃ笑った。リューピーはねうまいうまい、まあね、盛り上げとマイクの使い方がうまい。もともアッピーさんあれではボロ負けしとったもんね、うん、いやうまいよリューピーは。けど途中からなんかあのあれっすよ、あの話しちゃったよ、なんか儚い夢の感じ。ああなんか言ってましたね。そこら辺から食らっとったよ、はい、リューピー。僕らも、うん、そうなんやと思って聞いてましたけど、うん、まあ、僕らだったら別にどうってことないでしょ。さすがホストだよね。確かにホストで出ようやけん。いやうまいよあの人、ありがとうございます。ホストってなんかこうやっぱカッコつけてオラオラオラみたいな感じでなんかクールでっていうのと思うやんみんなはね。けど結局あの人ってめちゃめちゃオーナー何店舗もやったろ。でオーナーで伝説のホストみたいな感じらしいよね。でもあの人ちょっとめちゃくちゃいじられるやん俺らからも。しかもだってあれっすよ、ほらリケス君が今働いてるバーの前で、一番最初働いてて僕ら行ってたバーのオーナーでもオーナーはリューピーやん。そう、俺らが行きつけやった歌舞伎のバーがあるじゃんね。あのリチェスっていうあのビルマニアのリチェスってやつが働きやったバーなんやけど、そこのオーナーやったじゃん。 その時は知らなかったんだよ。そう、5年前とか6年前とか前のバー。うん、いやだけびっくりだ。だけやっぱああいうね人が結局一番になるんやなってなるよね。いやリューピーは面白い。やっぱ安心していじっていいっていうのもなんか一つの才能と思って。でも試合の後あったんですよ、はい、めっちゃ食らってましたメンタル。いや違います、延長あるって聞いてない近藤さんって本当に体が本当に弱いっちゃう。そのちっちゃくて弱いとかじゃなくて、その何回も死にかけたことあるじゃん。脳とか手術とか、そう心臓や肺とかで、お酒も飲んだら本当に死んじゃうぐらいその体が弱いっちゃう。そうだけど頭とかあの尾形とかがバーン殴ったら死んでしまうかもしれない本当に。だけど尾形に殺さないようにしてほしい顔面殴ったりはやめてほしいっていう。でもこれ、まあ、八百長ではない。だって勝川に言っとって優しくかって、いやいやいや、しかっそう確かに。だけどね、尾形には事前に言っといたマジで。いやでも本当に近藤さんワンチャン死ぬ可能性ある。八百長ではなく、うん、尾形さんがどういうムーブをしても勝っとったよ、うん、だって近藤さんひどかったよ。ひどかった、あんた一人の方がやられようとき近藤さん円で回ってたっすよね、うん、見とったよね。なんで、なしよお前みたいな傍観者で、たまにおっぱい触りにあ、言うな言うな言うな、あ、危ない、ダメだ、マジでおもろかった。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。